人から見た自分のイメージとは一体どんなものなのか。プラチナ選挙ステーションは現在大接戦となっています。違うとは思うけどもね、もしかすると、うん、バラエティに向いてないんじゃないかって。嫌だ、選ばれたのね。こんにちは、こんにちは。あ、明るい彼ですね。キャラクターですね。いいですよ。こんにちは。もしかしてこの人はバラエティに向いてないんじゃないかなと思う方、この5人の中で名前を言って指を指してください。大輔さん、お願いします。早いな。光雄さん、早いな。早い。そうだよ、即答しましたね。はい、なんで面白くないですよね。分かるんですよ、それは嘘ですけど。そんなことない。こっち来なさい。おめでとうございます。現在浜口候補以外が票を獲得。自虐的質問で票を伸ばすプラチナ選挙ステーション2巡目に突入です。一番討論なのは有野さん。いやー、有野さん。最速で言うたらね、あのね、僕ね、69で言ったことあります。よく考えてくださいね。見て見て、たった一人だけ選んでいただきます。俺見てる、俺見てるよ。田村亮。あ、はい、やったー、田村亮さん。やった、やった、意外。はい。こういう意味だ。田村さん。田村さんですか。あれうまいよ。浜口勝るんですか。浜口さん。だるんだ。奥でこうニコッとこう笑ってそうな人。田村亮。気がついたらいつの間にか家で死んでそうな人。あれ最近あいつ見ひんなって思ったら実は家で死んでた。それお前。いやいや、それ選ばれてないな。お願いします。5人の中ですよ。いつの間にか死んでる。はい、いやでさせない。うわー、来た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 。どうした？友達とかいなそうだし、なんか寂しそうな感じがするね。なるほどね。はい。なんか言えよお前、普通に止まってんじゃねえかお前。まだ出ないのかよ。ショックなの。候補へこみまくりながらも3票目獲得。ハムスターを買ってそうなタレント。あ、そう、あ、これは俺は。あ、こっちもあるわ。うわ、あるか。いや、お前死んでそうやよ。いや、でもハムスターも死んでそう。いや、意外とそういうとこあるよ。だから友達いないからそういうペットを飼ってっていう。あ、そうだそうだ、あるかもわかんないですね。いや、取れますか。これのが取れると。これだって不可に行ったら4票になりますよ。あ、やばいな、うん、もっと変えようか。あ、うん、いつも、うん、何便を出してそうな人。ゆるい便ね。それどんなイメージやねん。うんこが細そうな人に変えてください。じゃあ、うんこが細そうな人。細そう、細そう。細いのよ。細いの。絶対細いのは浜口さんですよ。細いの。うんこ細そう。うんこ細そう。うんこ細そう。あ、いいね。繰り返さないで。いや、めっちゃ考えてる。細そうだ。あつし。おれ。あつしさん。俺細そうか。逆に逆に。俺細そうか。りょうさんってなんかガタイじゃないですか。うん。だでかそうですよね。ああ、りょうさんは太そうですよね。でかそう。あとなんか。なんか落ち目の人ばっかなんで。スカート一緒にすんなよ。おお、一緒マジだよ。マジだよ。違う違う。これ言いたいこと言うね、やっぱり。怖いな。本当に質問悪いですよ。変なコメント出てくるし。かなこれ。俺かな思てんからな。俺も細そうとか。負けた負けた。負けた。落ち目なんかよりもうんこ細い方が厳しいですよ。落ち目なんかよりも。細いこう盛り返せるからね。そうそうそう。盛り返せる。だからそういうのあるもん。細いのは一生もない。細くねえから。アツシ候補、細いうんこで2票目獲得。女の子を本気でぶん殴ったことがありそうな人。これはこれこれ結構実際あるやん自分。ねえ、あるある。ないの。ないですよ。ないの。それあるな。細いうんこでな。細くねえからうんこ。なめれるぐらい硬いちょっと。無知やん。硬くねえから。無知やそれ。なんで武器出てくるんだよ。はい、よく考えてお願いします。田村よっしゃアツシ候補、狙い通りの3票目を獲得。無人島に行って一人でも生きていけそうな人。よく見てくださいよ。立候補者5人です。よく見て、
田村敦史よっしゃー橋本さん橋本さん無人島で一番早く死にそうな人は誰ですか聞いてください。じゃあ逆にですね無人島に行ったら早く死んじゃいそうな人は深川さん出たよほら死を連想させるタレントだよ出ちゃいけねえよそんなそんな出ちゃダメだよ今リーチですよ、はい、うわ白熱の選挙戦は現在2名がリーチ続いて深川候補さあ続いてですね4周目有野さんお願いします、はいじゃあこれは確実に取りに行きますないイメージな、ないイメージあつし君じゃんこらえ、A さん、A さんないんですよ。遅っ。てか気づいてなかったろ一瞬。正直忘れたけども。そら死ぬイメージつくよ。死んでた。死んでた。オープニングからさ。ね、じゃあ僕これと憎んで。待て待て。こっちこっち。いつも中学生にカツアゲされてそうな人。実際そうなんですか深川さん。あの経験はあります。中学生に。うん、それもあの最近です。はい、わかりました。はい。ちゃんと全体を見させて。浜口まさる。浜口さん。浜口候補カツアゲで2票目獲得。だからもう論文にないようなイメージがいい。プラスのイメージは大体論文に流れるから、うん、あそうやマイナスのイメージはそんなことないですよ細いうんこだってマイナスですよ十分お店でコンビニに行って温めてほしいのに温めてほしいと言えなさそうな人、うん、ああこれ絶対ああこれはなんかぬくい方が美味しいのになって思いながら、ありのさんよっしゃなんかあんまり意見が言えなそうなじゃあお弁当を温めてる間に死にそうな人はおいいよいいよ違う血になってそうな人ねいいよありえないあるほんのちょっと死んでそう深川さんおいしょそうなの死を連勝する死を連勝するやめろよ死人芸人死人芸死人芸人死人芸人キャラこれ俺やろうまいねわさびとかなお子ちゃまっぽい人いいんですか浜口さん浜口さんやっと自分で死んで取ったんちゃうかなこれよっしゃ初めてじゃあお寿司を握ってる間に死にそうな人だからよいいよ死んじゃいそうな人深川亮ちょっとすげえなもう 100% やなすごいわお前の心これちょっともうシャレじゃねえわこれこれシャレなんだよできたよこれ来た台本来たいらないよこれのいらないよつけろよ必要ないんだよ浜口候補3票目獲得で追い上げムードとんかつのつけ添えキャベツ、うん、キャベツ、うん、キャベツを残しそうな人わがままって感じか、うん、わがままなイメージあ好き嫌いあれ全部食うわ俺思っきり全部食いそうな顔してるわ俺食わねえもんよく考えよく考えよく考え誰だ誰直感だ浜口もさん俺残そうに絶対これで3名がリーチという緊迫の選挙戦当選するのは一体誰なんでしょうかふんどし姿が一番似合いそうな男あうわなるほど、あこれ両方あこれ浜口いやお前っぽいけど俺も似合うぞなんだかんだふんどしはね君ふんどしここにやってますよねやってないよ三角だよ三角のふんどしやってないっつんだよ今ちょっと死んでた死んでたいいじゃんもうこれっていうキャラがついたんだそうだよ無理やりつけたんだもんちょっとこちらの方にお願いしますこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしましたか大丈夫ふんどしが似合いそうな人その人の名前を言って顔を触ってくださいふんどしよよく考えてねふんどしこいふんどしこいふんどしこいふんどしですかあーりょうさんりょうさんやったー当選ですおめでとうございます正解やったよ当選された田村亮先生には番組特製の高級菓子折りを贈呈させていただきますおめでとうございますありがとうございますおめでとうございますございますそしてですね、残念ながら選挙中に一人死亡という悲しい結果になりました
誰の仕業だよこれ。ダメだこれ。デビューして7年間俺何に向かってやってきたんだよ。死だ死だ。死に向かって。生きてるよね。俺生きてるよね。まあまあ小深川亮さん、まあ遅い。おめでとうございます。死人キャラ当選です。なんか言えよお前。普通に止まってんじゃねえかお前。まだ出ないのかよ。ショックなの。深川候補へこみまくりながらも3票目獲得。ハムスターを買ってそうなタレント。買ってそう。これは俺は。あ、こっちもあるわ。うわあるか。いやお前死んでそうやよ。いやでもハムスターも死んでそう。いや意外とそういうとこあるよ。だから友達いないからそういうペットを飼ってっていう。そうだそうだ。あるかもわかんないですね。いやー取れますか？これのが取れると。これだって負荷に行ったら4票になりますよ。あ、やばいな。もっと変えようか。あ、いつも何便を出してそうな人。ゆるい便ね。それどんなイメージやねん。うんこが細そうな人に変えてください。じゃあ。うんこが細そうな人。細そう。細そう。細いのよ。細いの。絶対細いのは浜口さんですよ。細いの。うんこ細そう。うんこ細そう。うんこ細そう。あ、繰り返さないで。いや、めっちゃ考えてる。細そうだ。あつし。俺。俺。あつしさん。俺細そうか。逆に。俺細そうか。りょうさんってなんかガタイじゃないですか。うん。だでかそうですよね。ああ、りょうさんは。太そうですよね。でかそう。あとなんか。なんか落ち目の人ばっかなんで。スカート一緒にすんなよおい。マジだよお前。マジだよ。違う。これ言いたい放題言うねやっぱり。怖いな。質問も悪いですよ。変なコメント出てくるし。噛むなこれ。俺かな思てんかな。俺も細そうとか書くよ。負けた。落ち目なんかよりもうんこ細い方が厳しいですよ。落ち目なんかよりも細いやん。盛り返せるからね。そう盛り返せる。頑張ろう。そういうのあるもん。細いのは一生もんよ。細くねえから。アツシ候補細いうんこで2票目獲得。女の子を本気でぶん殴ったことがありそうな人。これはこれ結構実際あるやん。自分ねえ、あるないの。ないです。それあるな。細いうんこでな。細くねえからうんこ。舐めるぐらい硬いよ。ちょっと硬くねえから。むちやそれ。なんで武器出てくるんだよ。はい、よく考えてお願いします。田村敦。よっしゃー。候補狙い通りの3票目を獲得。無人島に行って一人でも生きていけそうな人。よく見てくださいよ。立候補者5人です。よく見て、はい、田村敦。よっしゃー。橋本さん、無人島で一番早く死にそうな人は誰ですか？聞いてください。じゃあ逆にですね、無人島に行ったら早く死んじゃいそうな人は深川さん。出たよ、ほら。大輔さん、お願いします。早いな。深川さん、早い。そうだよ。即答しましたね。なんで面白くないですよね。分かる。それは嘘ですけど。そんなことない。こっち来なさい。おめでとうございます。現在浜口候補以外が票を獲得。自虐的質問で票を伸ばすプラチナ選挙ステーション2巡目に突入です。一番討論なのは有野さん。いやー、有野さん。最速で言うたらね、あのね、僕ね69で行ったことあります。よく考えてくださいね。たった一人だけ選んでいただきます。俺見てるよ田村亮。あら、やった。やった意外。はい、こういう意味だ。浜口勝るんですか？浜口さん奥でこうニコッと笑ってそうな人。田村亮。気がついたらいつの間にか家で死んでそうな人。あれ、最近あいつ見ひんなって思ったら実は家で死んでた。それお前。いやな、それ選ばれてないな。お願いします。5人の中ですよ。いつの間にか死んでるんですよ。はい、いやでさせない。うわー、来た。深川さん、どうして嬉しそう。友達とかいなそうだし、なんか寂しそうな感じがするね。なるほどね。
なんか言えよお前、普通に止まってんじゃねえかお前。まだ出ないのかよ。ショックなの。深川高校へこみまくりながらも3票目獲得。ハムスターを買ってそうなタレント。買ってそう。これは俺は。あ、こっちもあるわ。うわあるか。いやお前死んでそうやよ。いやでもハムスターも死んでそう。意外とそういうとこあるよ。だから友達いないからそういうペットを飼ってっていう。そうだそうだ。あるかもしれないですね。うん、いや取れますか？これのが取れると。これだって負荷に行ったら4票になりますよ。あ、やばいな。もっと変えようか。あ、いつも、うん、何便を出してそうな人。ゆるい便ね。それどんなイメージやねん。うんこが細そうな人に変えてください。じゃあ。うんこが細そうな人。細そう。細そう。細いのよ。細いの。絶対細いのは浜口さんですよ。細いの。うんこ細そう。うんこ細そう。うんこ細そう。繰り返さないで。いやめっちゃ考えてる。細そうだよ。あつし。俺。俺。あつしさん。俺細そうか。逆に、ね。俺細そうか。りょうさんってなんかガタイじゃないですか。うん。だでかそうですよ。有野さん。いやー。有野さん。最速で言うたらね、あのね、僕ね、シックスナインで行ったことあります。よく考えてくださいね。見て見て、たった一人だけ選んでいただきます。俺見てるよ。ハムダ亮。あ、やった、やったよ、やった、意外。はい。小泉来たよ。カムさん。これだよ。カムさんですか。これうまいよ。浜口勝るんですか。浜口さん。だるんだ。奥でこうニコッと笑ってそうな人。田村亮。気がついたらいつの間にか家で死んでそうな人。あれ最近あいつ見ひんなって思ったら実は家で死んでた。それお前。いやいやな、それ選ばれてないな。お願いします。5人の中ですよ。いつの間にか死んでるんですよ。はい。いやいや、さすがに。うわぁ来た、カムさん来た、カムさん来たよ。うれしそう。友達とかいなそうだし、なんか寂しそうな感じがするね。なるほどね、はい。なんか言えよお前、普通に止まってんじゃねえかお前。まだ出ないのかよ。ショックなの。深川高校凹みまくりながらも3票目獲得。ハムスターを買ってそうなタレント。買ってそう。これは俺は。あ、こっちもあるわ。うわあるか。いやお前死んでそうやよ。いやでもハムスターも死んでそう。意外とそういうとこあるよ。だから友達いないからそういうペットを飼ってっていう。そうだそうだ。あるかもしれないですね。いや取れますか。これのが取れると。これだって負荷に行ったら4票になりますよ。あ、やばいな。もっと変えようか。あ、いつも何便を出してそうな人。ゆるい便ね。それどんなイメージやねん。うんこが細そうな人に変えてください。じゃあ。うんこが細そうな人。細そう。細そう。細いのよ。細いの。絶対細いのは浜口さんですよ。細いの。うんこ細そう。うんこ細そう。繰り返さないで。いやめっちゃ考えてる。細そうだよ。あつし。俺。俺。あつしさん。俺細そうか。逆に、ね。俺細そうか。りょうさんってなんかガタイじゃないですか。うん。だでかそうですよね。ああ、りょうさんは、ね、太そうですよね。でかそう。あとなんか落ち目の人ばっかなんで。スカート一緒にすんなよ。おお、一緒マジだよ。違う。これ言いたい放題言うねやっぱり。怖いな。本当に。質問も悪いですよ。変なコメント出てくるし。カムだこれ。俺かな思てんからな。俺も細そうとか。負けた。負けた。オチの3票目を獲得。無人島に行って一人でも生きていけそうな人。よく見てくださいよ。立候補者5人です。よく見て。田村敦史。よっしゃー。橋本さん、無人島で一番早く死にそうな人は誰ですか、聞いてください。じゃあ逆にですね、無人島に行ったら早く死んじゃいそうな人は深川さん。出たよ、ほら。大輔さん、お願いします。早いな。深川さん、早い。そうだよ。即答しましたね。なんで面白くないですよね。だからそれは嘘ですけど。そんなことない。こっち来なさい。おめでとうございます。
現在浜口候補以外が票を獲得。自虐的質問で票を伸ばすプラチナ選挙ステーション2巡目に突入です。一番灯籠なのは有野さん。いやー有野さん最速で言うたらね、あのね、僕ね69で行ったことあります。よく考えてくださいね。見て見て、たった一人だけ選んでいただきます。俺見てる、俺見てるよ。田村亮。あ、やったー、やったー、やったー、やった、意外。はい、小泉くんからです。カモさん、カモさん、カモさんですか。俺うまいよ。浜口勝ですか。浜口さん、浜口さん、だるんだ。奥でこう、ニコッと笑ってそうな人、田村亮。えぇ、ー、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 えっとね、気がついたらいつの間にか家で死んでそうな人。あれ最近あいつ見ひんなって思ったら実は家で死んでた。それお前いやいやな、それ選ばれてないな。お願いします。5人の中ですよ。いつの間にか死んでるんですよ。はい、いやいやでさせない。うわぁ来た、カモさん来た、カモさん来たよ。どうして？友達とかいなそうだし、なんか寂しそうな感じがするね。なるほどね、はい。なんか言えよお前、普通に止まってんじゃねえかお前。あまだ出ないのかよ。ショックなの。川候補へこみまくりながらも3票目獲得。ハムスターを買ってそうなタレント。買ってそう。あ、これは俺は。あ、こっちもあるわ。うわあるか。いやお前死んでそうやよ。いやでもハムスターも死んでそう。意外とそういうとこあるよ。だから友達いないからそういうペットを飼ってっていう。そうだそうだ、あるかもわかんないですね。いや取れますか？これの方が取れると。これだって不可に行ったら4票になりますよ。あ、やばいな、もっと変えようか。あ、いつも、何便を出してそうな人。ゆるい便ね。それどんなイメージやねん。うんこが細そうな人に変えてください。じゃあうんこが細そうな人。細そう、だでかそうですよね。あ、両さんはでかそう。あとなんか、なんか落ち目の人ばっかなんで。スカート一緒にすんなよ。おい、マジだよ。マジだよ。違う。これ言いたいこと言うね、やっぱり。怖いな。質問も悪いですよ。変なコメント出てくるし。噛むな、これ。俺かな、思ってんからな。細い、細いね。負けた、負けた。落ち目なんかよりも、うんこ細い方が厳しいですよ。落ち目なんかよりも。落ち目はこう盛り返せるからね。そうそうそう。盛り返せるから。誰もそういうのあるもん。細いのは一生ないよ。細くねえから。アツシ候補、細いうんこで2票目獲得。女の子を本気でぶん殴ったことがありそうな人。これはこれこれ結構実際あるやん。自分ねえ、ねえ、ないの、ないですよ、ないの。それあるな。細いうんこでな。細くねえからうんこ。なめれるぐらい硬いよ。ちょっと硬くねえから。無知やんそれ。なんで武器出てくるんだよ。はい、よく考えてお願いします。田村敦。よっしゃー、おー、敦さん。敦候補、狙い通りの3票目を獲得。無人島に行って一人でも生きていけそうな人、よく見てくださいよ。立候補者5人です。よく見て、はい、田村敦。よっしゃ橋本さん、橋本さん、無人島で一番早く死にそうな人は誰ですか、聞いてください。じゃあ逆にですね、無人島に行ったら早く死んじゃいそうな人は深川さん。出たよ、ほら。死を連想させるタレントだよ。出ちゃいけねえよ、そんな。そんな証拠がある。今、リーチですよ。はい、うわ。白熱の選挙戦は現在2名がリーチ。続いて、深川候補。さあ、続いてですね、4周目、有野さん、お願いします。はい、じゃあ、これは確実に取りに行きます。ないイメージな。ないイメージ。あつし君じゃん。こら、こらえ、えじゃん、えじゃないんですよ。遅っ。っていうか気づいてなかったろ一瞬。正直忘れたけども。そら死ぬイメージつくよ。死んでた、死んでた。オープニングからさ。ね、じゃあ僕これと憎んで。待て待て、こっちこっち。いつも中学生に
カツアゲされてそうな人。え、実際そうなんですか、深川さん。あの経験はあります。はい、中学生に。うん、それもあの最近です。はい、わかりました。はい、ちゃんと全体を見させて。浜口まさる。浜口さん。浜口高校カツアゲで2票目獲得。だからもう論文にないようなイメージがいい、うん、プラスのイメージは、うん、気がついたらいつの間にか家で死んでそうな人。あれ最近あいつ見ひんなって思ったら実は家で死んでた。それお前。いやいや、それ選ばれてないな。お願いします。5人の中ですよ。いつの間にか死んでるんだよ。はい、いやでさせない。うわぁ来た、カメさん来た、カメさん来たよ。どうして、友達とかいなそうだし、なんか寂しそうな感じがするね。なるほどね、はい。なんか言えよお前、普通に止まってんじゃねえかお前。まだ出ないのかよ。ショックなの。川高校へこみまくりながらも3票目獲得。ハムスターを買ってそうなタレント。買ってそう。あ、これは俺は。あ、こっちもあるわ。うわあるか。いや、お前死んでそうやよ。いや、でもハムスターも死んでそう。いや、意外とそういうとこあるよ。だから友達いないからそういうペットを飼ってっていう。そうだそうだ。あるかもわかんないですね。いや、取れますか。これのが取れると。これだって負荷に行ったら4票になりますよ。あ、やばいな。もっと変えようか。あ、いつも軟便を出してそうな人。ゆるい便ね。それどんなイメージやねん。うんこが細そうな人に変えてください。じゃあ、うんこが細そうな人。細そう、細そう。細いのよ。細いの。絶対細いのは浜口さんですよ。細いの。うんこ細そう。うんこ細そう。うんこ細そう。繰り返さないで。いや、めっちゃ考えてる。細そうだよ。あつし。おれ。おれ。あつしさん。俺細そうか。逆に逆に。俺細そうか。りょうさんってなんかガタイじゃないですか。うん。だってでかそうですよね。ああ、りょうさんは。太そうですよね。でかそう。あとなんか。なんか落ち目の人ばっかなんで。スカート一緒にすんなよ。おい、マジだよ。マジだよ。違う。これ言いたい放題言うね、やっぱり。怖いな。質問も悪いですよ。変なコメント出てくるし。噛むな、これ。俺かな思てんからな。俺も細そうとか。負けた、負けた。落ち目なんかよりもうんこ細い方が厳しいですよ。落ち目なんかより落ち目は盛り返せるからね。そうそうそう、盛り返せるから。でもそういうのあるもん。細いのは一生もいい。細くねえから。あつし候補、細いうんこで2票目獲得。女の子を本気でぶん殴ったことがありそうな人。これはこれこれ結構実際あるやん。自分ねえ、あるある。ないの。ないですよ。ないの。それあるな。細いうんこでな。細くねえからうんこ。殴れるぐらい硬い。ちょっと硬くねえから。選挙戦は現在2名がリーチ。続いて深川候補。さあ続いてですね、4週目有野さんお願いします。はい、じゃあこれは確実に取りに行きます。ないイメージな。ないイメージ。あつし君じゃん。こらえ、えいさん、えいさんないんですよ。おっそなんやねん。てか気づいてなかったろ一瞬。正直忘れたけども。そら死ぬイメージつくよ。死んでた、死んでた。オープニングからさ。じゃあ僕これと憎んで。待て待て、こっちこっち。いつも中学生にカツアゲされてそうな人。え、実際そうなんですか、深川さん。あの経験はあります。中学生に。うん、それもあの最近です。はい、わかりました。はい、ちゃんと全体を見させて。浜口まさる。浜口さん。浜口候補カツアゲで2票目獲得。だからもう論文にないようなイメージがいい。プラスのイメージは大体論文に流れるから、うん、あ、そうやな。マイナスのイメージは。そんなことないですよ、細いうんこだって。マイナスですよ十分。お店でコンビニに行って温めてほしいのに温めてほしいと言われなさそうな人。ああ、これ絶対。ほんまぬくい方が美味しいのになって思いながら。
有野さん。よっしゃー、有野さん正解。なんかあんまり意見が言えなそうな。じゃあお弁当温めてる間に死にそうな人は。おい、いいよいいよ。違う血になってそうなよね。いいよ。ありえないよ。あるよ。ほんのちょっと死んでそうです。スカーさん。おい、そうそうなの。死を連勝する。死を連勝する。やめろよ。死人芸人。死人芸人。死人芸人。死人キャラ。これ俺やろ。うまいね。わさびとかな。お子ちゃまっぽい人。いいんですか。浜口さん。浜口さん。やっと自分で自分で取ったんちゃうかな、これ。よっしゃ、初めて。じゃあ、お寿司を握ってる間に死にそうな人。だからよ。いいよ。死んじゃいそうな人。深川亮。ちょっとすげーなー。もう 100% やな。すごいわ。お前の心。これちょっともうシャレじゃねえわこれ。これシャレなんだよ。できないこれ。来た来た来た。いらないよこれの。いらないよ。つけろよ。必要ないんだよ。浜口候補3票目獲得で追い上げムード。とんかつのつけ添え。キャベツ？キャベツ。キャベツを残しそうな人。わがままって感じか。わがままなイメージ。でもそういうのあるもん。細いのは一生ないよ。細くねえから。アツシ候補細いうんこで2票目獲得。女の子を本気でぶん殴ったことがありそうな人。これはこれこれ結構実際あるやん。自分ねえ、あるある。ないの。ないですよ。ないの。それあるな。細いうんこでな。細くねえからうんこ。なめれるぐらい硬いちょっと。むちやん。硬くねえから。むちやんそれ。何言うてんの。なんで武器出てくるんだよ。はい、よく考えてお願いします。田村敦。よっしゃー。おー、敦さん。敦候補狙い通りの3票目を獲得。無人島に行って一人でも生きていけそうな人。よく見てくださいよ。立候補者5人です。よく見て、はい。田村敦。よっしゃー。橋本さん、橋本さん、無人島で一番早く死にそうな人は誰ですか。聞いてください。じゃあ逆にですね、無人島に行ったら早く死んじゃいそうな人は深川さん。出たよ、ほら。死を連想させるタレントで。出ちゃいけねえよ、そんな。そんな出ちゃダメだよ。今、リーチですよ。はい、うわ。白熱の選挙戦は現在2名がリーチ。続いて深川候補。さあ続いてですね、4周目有野さんお願いします。はい、じゃあこれは確実に取りに行きます。ないイメージな。ないイメージ。あつし君じゃん。こらえ、えいさん、えいさんないんですよ。こら遅っ。なんていうか気づいてなかったろ一瞬。正直忘れたけども。そら死ぬイメージつくよ。死んでた、死んでた。オープニングからさ。じゃあ僕これと2分で。待て待て、こっちこっち。いつも中学生にカツアゲされてそうな人。実際そうなんですか、深川さん。あの経験はあります。中学生に。うん、それもあの最近です。はい、わかりました。はい、ちゃんと全体を見させて。浜口まさる。浜口さん。浜口候補カツアゲで2票目獲得。だからもう論文にないようなイメージがいい。プラスのイメージは大体論文に流れるから、うん、あそうやな。マイナスのイメージは。そんなことないですよ、細いうんこだって。マイナスですよ十分。お店でコンビニに行って温めてほしいのに温めてほしいと言えなさそうな人。ああ絶対。ほんまぬくい方が美味しいのになって思いながら。ありのさん。よっしゃー。ありのさん正解。なんかあんまり意見が言えなさ